ファミ通ウェーブ DVD6 月号でリュックをうならせる FF102 やり込みビデオを募集したところ、このようにかなりの数のビデオが送られてきた。そこで特別企画、リュックの FF102 やり込みコンテスト。ファミ通ウェーブ DVD をご覧の皆さん、こんにちは。 FF102 リュック役の松本まりかです。今回はこの6月号で私が募集した FF102 やり込み大賞を発表しちゃいたいと思います。でも私だけではこの凄さが伝えきれないと思うので、今回は特別にこのゲストの方をお呼びしております。どうぞ。週刊ファミ通編集部の荒地がつかです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、なんかすごいいっぱいありますね、はい、山ほど届いたビデオの中からすごい、いっぱいある、厳選の4本を、紹介させていただこうと思います、はい、ではまず、1本目の作品を見てみましょう。はい、ノミネート作品ナンバー1、ニューゲーム新速タイムアタック。まずポイントとなるのはストーリーレベル1開始後、速やかに凪平原へ向かい、あるアイテムを入手するということ。それがこの大魔の腕輪。これは通常戦闘を完全に回避することができるアイテム。これにより道中は大幅な時間短縮が可能となる。そのため戦闘はボス戦のみを行っていく。そのボス戦においてもタイムに納得がいかない場合はリセットし何度もやり直す。そしてこのやり込みにおける最重要アイテムがこちら。この9層猫髪はピンチ時に与えるダメージが全て9999になるアイテム。これ以降は9層猫髪の効果でさらなるスピードアップを図る。後半のボスにおいてもクイックトリガーの効果を併用し一瞬で撃破していく。終盤の強敵アニマに対してもご覧の通り、まさに神速。そしてあっという間にクリアしちゃいました。クリア時のタイムはなんと3時間40分という驚異的な速さ。いや本当早すぎです。これはもう本当にもう無駄を削りまくったタイマーの腕輪と、うん、まあ、クイックトリガーで、そうですね、早く早く、すごいバトルが苦手なんで全然できないんですよ。なるほど。リュック的にはすごいお得な情報でした。じゃあマリカちゃんもこのタイムアタック挑戦してみると。そうですね、結構なタイムが出るんじゃないですか。そしたら多分50時間ぐらいできると思います。続いてノミネート作品ナンバー2、ガンシューティング超絶ハイスコア。ビサイド島にてプレイできるガンシューティング。4種類の弾を使い分け、迫り来るモンスターを打ち倒し点数を稼いでいくミニゲーム。そのガンシューティングにおいてスコアの限界に挑戦したやり込み。それではゲームスタート。まずは序盤、この辺りは敵も少ないため無駄なく敵を処理しつつ素早く先へと進む。そして敵が無限に出現する稼ぎポイントに到達。ここで鍵となるモンスターがこのアーメット。アーメットの持っているバレーは画面上の敵を全滅させることができる非常に強力な弾丸。これを使い効率よく敵を倒していく。まず通常の弾丸で他の敵を足止めしまとめておく。そしてアーメットが出現し目の前まで来たらバレーを発射し画面上の敵を一掃。その後すぐに弾丸を回収し次の敵の群れに備える。あとはこの一連の作業を時間ギリギリまで繰り返していくのだ。そして絶妙のタイミングでゴール。気になるスコアは？とその前に、ファミ通ウェブ DVD 編集部内のスコアがこちら。そしてこのやり込みのスコア、なんと6183ポイント。
編集部のおよそ10倍ものスコアをマーク。恐れ入りました。どうでしたか？いや、なんかこう見ててね、気持ちいいほど敵を倒してくれるから、うん、すごい見ててなんか楽しかったです。そうですね、まあ点数を稼ぐには、まあ、敵を、まあ、効率よくたくさん倒さないといけないので、うん、まあ、あのような形になってしまうんですけど、うまいんですよね、この人は。うん、うまいんだと思いますよ。そうですよね、うん、こうババババババって打つのは実は本当にやったことがあるんですよ、はい、本物の拳銃で。それはお仕事とか？仕事で。結構それが命中率が良くて。あ、そうですか。もうね、真ん中にね、うん、もうズバババババって入ってるのは言うな、今打ってたじゃないですか。そうですね。それ見ててまた自分でも打ちたくなりましたノミネート作品ナンバー3、超制約ギャンブルプレイ。ギャンブラードレスのアビリティの一つ、スロット。そのスロットのみでクリアをしてしまおうというやり込みがこれ。さらにこのような厳しい制約の数々を用意。中でも注目がセーブ禁止。それゆえ一度でも全滅すれば全てが水の泡となる、まさにギャンブルなやり込み。メインの攻撃方法は37を揃えることで発動するアルテマ。これで敵にダメージを与えていく。しかしアクティブタイムのためスロット回転中も容赦なく攻撃を食らってしまう。もちろん回復手段もスロットのみ。スロットの合わせに失敗し、このようにピンチに立たされてしまった場合にも、冷静にスロットの効果を駆使してすぐさま体勢を立て直す。いよいよ終盤。全滅すれば初めからやり直しというプレッシャーの中、冷静にスロットを合わせ慎重に戦っていく。そして見事クリア達成。1000回を超えるスロットの末、揃えた役の数800以上。君こそまさに真のギャンブラーだ。どうでしたか今の？なんかそのスロットで白魔導士の役目も黒魔導士の役目もできるってことなんですよね。そうですね、回復できたりとか、攻撃したりとかっていうのを全部スロット一つでやってしまうと。なんか他のいっぱいドレスがあって、それに何が強いのかとかあんまりよく分かってなくて、だからそのスロットだとなんか全部できちゃうみたいだから、またお得な情報をありがとうございますそうですね、ちょっと扱いづらいみたいなところがあるんで、まあ普通ではあんまり使わないんですけども、そうですよね、この人はあえてやってみようみたいな。そうですね、これでもいいかもしれない、最後のノミネート作品はレベル1ユーナの孤独な一人旅。ユーナ一人レベル1のままクリアしようというやり込み。データは強くてニューゲームを使用。果たしてどうやってクリアするのか。基本装備は9素猫髪。そしてポイントとなるのがこのミネルヴァビスチェ。これを常に装備しておくことでレベルアップを防ぐのだ。まず最初の雑魚戦でユーナだけを逃がし、リュックとファインを戦闘不能状態にする。戦闘離脱後呪いのアイテムを装備し、ユーナの最大 HP を下げておき、再び装備を元に戻す。これで自動的にピンチ状態を作り出し、キュウソネコ髪の効果を出せるようにしておく。この状態でボス戦に向かう。ポイントはアイテムシューターのドレスフィアで挑み、相手より先に攻撃を仕掛けるということ。アイテムレベル2のアビリティで即座に攻撃アイテムを発動させ、キュウソネコ髪の効果との合わせ技でまさに瞬殺。この作戦でとてもレベル1とは思えない強さで突き進む。また後半のボスにおいてもアイテムを使い分けることでうまく対応し、スケール隙を全く与えない。そしてレベル1でのクリア達成。
最初の戦闘でユーナがいないためリュックのレベルが上がってしまっているものの、ユーナのレベルは1のまま。お見事。リュックもパインも死亡させちゃうところがちょっと極悪ですよね。そうですね、まあ、死亡というか、まあ、戦闘不能状態、戦闘不能状態感じで、まあ一人だけで突っ走ってしまう、ね、ちょっと寂しいところ、ちょっと寂しいですね、うん、さらに言うとですね、はい、実はここにまあ4巻、あるんですけれども、彼はですね、この失敗したシーンもですね、このようにビデオに3巻お得な7コンセットになるんですけども失敗シーンもですね、このように収めてきてくれたすごいですね。なんかそういう失敗話ってこう人に話して好きにしたいみたいなあるじゃないですか。見せたかったんですね、失敗もね。ということで以上4作品がノミネート。果たして大賞に選ばれるのはどの作品なのか。はい、厳正な審査が終了しまして、はい、ついに大賞が決定しました。はい、それでは発表をお願いします。はい、リュックもうなる FF102 やり込み大賞はこれです。ノミネート作品4番レベル1ユーナの孤独な一人旅に決定しました。おめでとうございます。やっぱね、すっごい迷ったんですけど、やっぱこの7本ですし、そうですね、内容もね、うん、すごい、うん、難しい、うん、本当に難しいやり取りをよくやり遂げたっていう感じでしたね。そうですね、それともう一つ、リュックの個人的にお気に入りだったのが、うん、このガンシューティングなんで、はい、特別賞としたいです。はい、というわけで見事大賞に輝いた中さんにはこちらのリュックのサイン入りグッズ豪華3点セット、そして特別賞の小森さんにはサイン入りポスターが贈られます。おめでとうございます。さあ、というわけで、大賞特別賞を決定して、はい、作品を全て見てきたわけなんですけれども、どうでしたか、感想。いやー、やっぱすごい、なんだろう、全然考えつかないようなやり方でいっぱいやり込みをして、うん、くれてるので、すごいリュック的にも役に立ったのとかすごいあるし、うん、そうですね、やっぱり人が考えつかないようなことをやるっていうのが、まあ、やり込みの真髄というか、そうですね、うん、というわけでリュックのやり込みコンテストでした。それじゃあみんなバイバイ。最後に松本まりかからお知らせです。この FF102 の CD がリュックの CD が発売されていますので、ぜひ聴いてください。ユーナンとパインの CD も発売されてます。それとあと10月の8日から青山円形劇場で初舞台なんですけど、私と私という舞台をやりますので、ぜひ見に来てください。